2005年6月23日の STA21 卒業式にて STA-21 またはシーマン2アドミラル21はアメリカ海軍が21世紀において現役の歌手官兵に大学の学位を取得させ士官に任官させる制度である海軍では様々な方法で現役の若手水兵等を士官に任官させる方法があるが中でも この sta-21 は、教育的利点及び、同時的に候補生たちを任官させる、他のやり方とは違う管理や人事において面倒では、なくでばらつきがないというメリットがある。一般大学の ROTC に編入されるが、候補生たちはすでに階級を保持しているため身分は、オフィサーキャンディデート士官候補生たる、限階級であり、小位候補生、ミッドシップ面ではない。 その上、大学に在学中に水平としての勤務を行われなければならないが、夏に行われるクルーズ等の単位は免除される。年間1万ドルまでの奨学金が与えられるが、与えられた金額を超えない額の大学を選ばなければならない。期間は3年だが、家庭を終了すると同時に4年生大学を卒業したとみなされ、学士の学位を授与された後に、 各兵家の将位に任官される。ただし、通常の ROTC を終了した、将位候補生とは違い、予備役ではなく、現役士官として、事後累進する。かつて、海軍作戦部長の座に就任した、海軍大将、ジェレミー・ボーダは1960年代に学位を持たず、優秀な水兵を士官へ任官させる制度、統合プログラムによって、提督へ這い上がった。 そこで彼は、統合プログラムを再編し、優れた人材に対して、完璧や伝統的なスタートを切らなくていい機会を与えるべきだ、という思いを込めて、彼の階級であった水兵と提督をこの制度の名前に刻んだ。そのため、給与等級も限界級と同様のものを保持する。学位は取得しているため、特務士官、ルードではない。例として、兵学校を卒業。 大学在学中に ROTC を修了した者、あるいは学位を取得して、大学卒業後に士官候補生学校へ行った士官など、ありがとうございます。